はい、というわけで始まりました。信長の野望戦国群雄伝。今回は、伊勢国史、北畠知盛です。それでは、今回の見どころ。以上でお送りいたします。それではスタート。北畠知盛といえば、伊勢の国司として、従三位権中納言という、戦国大名にしては、高い官位を有しているぜ。さらに剣豪としても有名だな。あの塚原牧伝に、扇一つの太刀を伝授されている。後に、織田の部下に襲撃され命を落とすが、その際に、敵兵100人を負傷させ、19人討ち取ったらしい。足利義輝もびっくりの最後っぷりだぜ。まずは恒例の、家臣団のチェックから。決して派手ではないが、内政には申し分ないメンツだな。中んづく、正成は軍師としての成長が期待できる。少なくとも、あの六角よりは全然マシだ。開始早々、米の相場が高いわね。売っておくぜ。序盤にしては、金に余裕があるから、開墾でもしておくか。うむ、それなりに成果があるな。続けて、治水も。こいつ最近まで、鳥屋をだと思ってたんだが、鳥屋の王、鳥屋を説もあり、どれが正解だかわからないんだぜ。とか言ってる間に、治水度も91と高水準に。米相場が安いわ。買うぜ。残った金で、教育。北畠正成を分子にすべく、政治力を上げるぜ。北畠正成って、高スペックの割に、史実での活躍が、いまいちなぞ。なぜこんなに能力高く設定したのかが、よくわからん。今月も正成の教育だ。さて、今月も正成の政治力を上げるぜ。戦闘力72だから、これで軍師まであと一歩だ。あ、どうした？殿森の政治力、81でしょ。政治力は、76までしか上がらないわよ。げ、軍師の夢はここまでなのか。
あ、義達が死んだ。そもそも早死にする武将ではあるが、今回はちょっと早かったな。これで、信玄か信長が、美濃へ動き出すぞ。言ってるそばから、始まった。辰沖は無念だが、まあいつものパターンだな。これで織田の主力は、こっちには思考しないと、見ていいわね。うむ、当面の脅威は去ったと言って、いいぜ。あの剣心が、開始1年半で滅んだわ。織田も動いて、東国が騒がしくなっているし、我々も、いつでも動けるよう、軍備を増強しておくぜ。あの神保が、武田に挑むのか？おお、神保が勝ったわ。しかし、すかさず、宇治康が越後へ進攻。神保に、強豪に連続は、酷だわね。信長が、信玄にかかっていったわ。帰り討ちか、これで織田も、ちょっと危機に立たされたか？今度は、家康が動いた。信玄、またもや防衛成功。姉が工事、いくらなんでも、それは、ちょっと調子に乗りす。飛んだ、泥棒猫ね。信長、再度、信濃表へ発行か。織田の領有で落ち着くかしら。しかし、これは、あれだぞ。これだけ信濃で戦続きだと、また、荒廃して、兵糧不足に陥るぜ。
スは、諦めないのね。徳川の領有になってしまったわ。これだけ連続で戦になるということは、すでに兵糧欠乏してるんじゃないのか？信長が、信濃に目を奪われている隙に、こちらは、北条の地、尾張に触手を伸ばすぜ。八須賀正勝を調略。軍師がいないから、一発勝負ね。軍師の存在意義を疑ってしまうわ。特に、竹中なんとかっての。引き抜いた正勝の兵を、振り分けるぜ。進軍、ピンチ。なんとか守り通したわね。ちょっと、米の相場がいいから、売っておくぜ。また信長が信濃へ。敗れてるじゃん。今度は、氏康が信濃を取ったわ。再度、甲斐が攻められる。あの信玄が負けたわ。謙信に続き、信玄も退場か。こうしてみると、関東甲信越を、着実に制しているのは、北条なんだな。いつの間にか、巨大勢力になっているぞ。信長、また信濃に発攻。おお、氏康、防衛成功。これはそろそろ、信長は、美濃を支えきれんかもしれんぞ。ほら来た。
朝倉ごときに敗北したということは、織田は、そこそこ弱体化しているのではないか。これまで静観していた、今川が、とうとう動いた。あの、飛ぶ鳥落とす勢いの北条が、今度は本拠地を失ったわ。数正は、朝倉に仕えてたんだな。氏康、勢いが衰えたか？本願寺も動いたわ。とうとう神保も終わりか。いや、持ちこたえてる。東国の混乱をよそに、おもむろに終わりの様子を。さすが、信長が在国しているだけあって、警備が厳重だな。今度は帰ってきたな。相変わらず、国は豊か。む、信長の旗本が手薄だな。には長秀の兵88は気になるが、他の連中も、足軽と鉄砲の鈍足ばかり。うまくかわせば、信長本体を討ち取れるかもしれん。その前に、米を売っておくぜ。終わりを攻めるの？うむ、あの国力でレベル5だ。これを逃すと、回復してしまって、脅威になってしまう。史実の恨み、今こそ晴らすぞ。まさなり、参れ。それ、行け。まずは、成功法で、空いている城の南から夜襲を施行する。そうやすやすと夜襲させてくれるとは思わんがな。相手は、打って出てきたわ。邪魔な障壁だな。夜までに城下に迫れんぞ。夜になってしまったわ。一旦、引くと見せかけて、引きつけて。こちらは機動力で出し抜いて、城へ攻め寄せる。うまうまと寄ってきたわ。ここからダットの勢いで、北へ迂回。ふふ、追いつけまいて。よし、ちょうどここで夜襲の射程内。信長は逃げも籠城もしないのか？まさなりを受ける自信があるのね。その気なれば、遠慮なく行くぞ。かかれ。残念。積んで出撃もらし。闇に紛れて、遁走したわ。背後から来るぞ。まさなり、無双か。ともかく追え。毎度のことながら、追うの、下手すぎない？それを言うな。ほんと、捕まらないわね。いかん。この分では、追いかけっこで、今月が終わってしまう。
なんと、引き返してきた。なぜ、戻ってきたのかしら。さすがというか、謎というか。だが、遠慮なく首を申し受けるぜ。突撃。史実の悲劇を覆し、信長を討ったぜ。しかも、最後の突撃で、信長を討ち取った正成は、戦闘力アップで、軍師に昇格。また今回も身内になるの。いや致し方ありませぬじゃなくって、秀吉がいるんだから、もういいじゃん。ともあれ、序盤の最大の脅威が去ったわけだ。織田の急進には褒美をやって、兵も整えて、主力は伊勢志摩へ戻したところだぜ。三河の様子が気になるわね。取り立てコマンドで、家臣だけでも見てみるか。あ、権力がいる。忠誠度低いだろうから、引き抜いてみるか。本国の軍師は、秀吉が務めてるのね。とこぞのヘッポコより、よほど優秀でしょうよ。ほら来た、名軍師の金言。秀吉の嘘つき。って、ゴルアー。よう考えたら、お前、あのヘッポコの上司やったのう。部下ともども、落とし前つけたらんかい。落ち着け、でも協約は続けるぞ。信じてえなんけえ。柴田勝家ゲット。よっしゃー、それでいいんじゃえ。最初っから、そうやっとけえ。あれ、いつの間にか、対外関係チェック?こっちはこっちで、勝手に進めてるぞ。なぜか、北条と今川と険悪なんだな。応仁の乱の時、足利義見を保護したからか。将軍家とは特に友好的だな。ここでいきなりだが、引き抜いたばかりの勝家を使って、近江の浅井を攻める。最終目的は、近江はもちろん、長政を降伏させ、配下にすることにある。まずは、相手の兵力を削いで、脅迫に屈しやすい状況を作り出すぜ。まずは、夜襲を繰り返し、弱小配下の兵を削減する。その上で、長政の本陣を攻撃。予想通り、籠城になったわ。
応、夫人はするが、兵糧が続かないから、落とす気も、さらさらない。けど、一応、攻めてみるか。どっちやねん。結局、兵糧切れね。今月も、大見え攻めいるぞ。いい夫人だ。長政より、後ろに夫人されると、即籠城されてしまうからな。これならカッコ撃破できる。夜じゃなくても構わん。かかれ。これで長政は小谷城にこもるか。こもったわ。どうせ落とせない。退却。適正数は100を切ったから、そろそろ降伏するかしら。米が安いから、買っておくか。せっかく正成が軍師になったのに、おっさんの助言が邪魔ね。謙信、信玄、信長、家康、この時代の中心人物が、だいぶ死んだな。ちょっと三河の様子を。また兵糧不足の流れね。国力も、三河にしては疲弊気味。武将は誰がいるのかしら。徳川の求心が、バーゲンセールだぞ。ついでに、隣国
く、伊賀はどうなってるのかしら。前回、天下を取った六角だが、今回は、標準的な六角だな。なんよそれ。バーゲン中の三河を攻め取るべく、終わりに五詰めを送るぜ。権六と、一徹。米が高いな。売っておくか。できた金を、終わりへ送る。物資が不足しがちらしいわ。なら、隣に競りるか。これじゃあ、ジャイアンみたいね。秀吉も嘘つき。六角スネ夫も、意地を見せたわね。こないだ、あれだけ痛めつけたのに、そんな余力があるのか？だから言わんこっちゃない。やっと終わりの番か。とっとと、三河を攻め取るぞ。権六は、天仙に次ぐ、天仙ね。この労務負荷の方よりは、令和だと、完全にブラック企業確定ね。敵は、で戦の模様だな。誰も寝返る時間もなかったな。誰か捕まえろよ。そいつじゃなくって。そいつでもなく。そうそう。それだ。それだけかい。兵を持ってるから、飯抱えはするが。また終わりか。
さっき長政を退けた、美濃の様子を。ここも米不足どころか、ゼロではないか。だから、長政はかかっていったのね。兵力だけは多いな。これは捨ておかず、我が北畠家がいただく。その前に、ちょっと教育を。行動力があり余っている、一徹の戦闘力を上げる。それも2連チャンで。さて、おもむろに、ここからは美濃へ出兵だ。反米に命じる。おっさん、軍師より、戦闘向きだからいいんじゃないの？ね、米がないことすら知らないのよ。どうせず、美濃を手に入れたぜ。まあ、あの兵力丸がかえは無理だから、三人がいいところだな。そういえば、アザイを脅迫するのを忘れてるな。姫はいらん。もっかい脅迫。次か。金品より、長政が欲しいんだが。年家を終わりに、三河と美濃の、余剰兵を再編させるぜ。再編成するぜ。ここは、左衛門の城と、平八郎で十分だろう。権六という今政信は、終わりへ。美濃も、再編成。余ってる兵を持って、信門との不気味は、終わりへ移動。
今月も、アザイを脅迫するぞ。なかなかくだらんな。まだ残存兵が多いのだろうか。ということであれば、再度、王位表へ出陣。左近将軍、参れ。それなりに少ないと思うけど、これでも降伏しないのね。ただこれ、あまり削減しすぎると、こちらの脅迫の前に、どこか隣国から、攻め滅ぼされてしまいかねんな。そこが難しいところね。もう、このぐらいでいいはずだが、夜まで待ってみるか。予想にたがわず、牢城に持ち込み。ま、ここで退却。これだけ減らしたんだから、次は降伏でしょ。あの姉が工事が、再生しているぞ。しかも勝ってる。松永久秀は、一式に仕えてたんだな。余剰兵を再編し直すぜ。伊勢志摩へ移動する。行動力ある奴は、脅迫要員だ。吉影、敗北か。朝倉も滅亡ね。
ないだろ。やめとけって。か、勝ったわ。これじゃ、降伏しねえじゃねえか。またそこに、松永が。目まぐるしくて、わけわからんぞ。早く、本国へ回せ。違う、終わりじゃない。伊勢志摩だ。本国、早く。三河じゃない。ようやく、回ってきたわ。今度こそ、長政を家臣に。信君、行け。貢ぎ物じゃなーい。あんだけ、他国からボコられたのに、なぜなんだ？ちょっと見てくるわ。なん？まだこんなに兵力が残っているのか。朝倉の旧臣、影明が兵力持って、浅井に仕えてたのね。ならば、その影明を引き抜くまで。朝倉影明ゲット。さあ、ここで脅迫だぜ。だから、貢ぎ物じゃないと、言っとるだろうがー。これは、いかん。再編成して、もう一合戦、痛めつけてやらねばならん。いや、もうさ、いっそのこと、攻め潰してしまった方が、早いんじゃない？いやだ、どうしても、長政を家臣にしたい。五郎左衛門、行け。もうその辺で、退却しなさいよ。どうせまた、籠城戦になるだけだから。いやだ、一応、夜まで待つんだ。何が、一応なんだか、意味わからないわ。ほら、籠城戦。もう何度目の小谷城だか、わからない。退却だ。なんで今なのよ。
こんな時に半兵衛は、のんきに、待ち遠しか。このおっさんには、焦燥感は伝わらないわ。あいつ、どこまで絶倫男なんだ。ますます好まして、いやなんでもない。絶倫の割には、負けたのね。いかん、なおさら早く本国に回せ。三河なんぞ、邪魔だ。次。半兵衛、邪魔。よし、来た。今度こそ、長政王。ちょっと、常軌を逸してるわよ。やった、やっと来た。よかったわね。マリサをよそに、ザイヤを投用。大見にも兵を投入しないといけないからな。安藤森成ゲット。大見へ増援を考えたが、いっそのこと、中央寄りの大見を本国にしてしまうぜ。伊勢志摩は、滝川一益に任せるぜ。大見に回ってきたわ。まずは、長政に褒美だ。仲良くしてもらわねばならんからな、大サービスだぜ。おおお、幸せか。ただのエコひいきじゃ。大変性だ。越前の様子でも見てこい。松永久秀が国主だけど、兵糧がゼロね。
攻めるにしくなし。あわよくば、久秀を捕らえたい。また左衛門と、五郎左衛門に命じる。当然の勝利。誰を捕らえるか。だけかい。意識、危うし。見事、不正だな。さっき取った越前。単語は傘の様子を。ここも兵糧ゼロね。これで、どうやって防衛したのか、謎いな。今度こそは、久秀を捕らえるぜ。トリマ、再編成。早速、攻め込むぞ。誰も出られんのかーい。早くしないと、他国に奪われるぞ。本国、近江に少し移動させるぜ。まだ、近江か越前は回ってこないのか。さっさとしないと、また三好あたりに、攻められるぞ。姉が工事も、さっきから活発だな。姉が工事が三カ国領有に。最近、活躍していない、まさなりを伊勢しまえ。
やっと、近江の番が来たわ。まず、越前に増援を送る。そして再編成。忠誠度の高い、長尾正影に兵を預ける。丹後若狭の政党は、正影に命じる。長政じゃないの？長政は行動力が、ちょっと少ない。とか言って、そばから話したくない。出陣だ。あっけなく終了。まあ、誰が言っても、即落ちだわね。全員飯抱えるぜ。今は、爆死する勇気はないらしい。現在の半島確認。一番の脅威となる信長を滅ぼし、その後は、日本のへそとも言うべき、美濃、近江を抑え、天下が狙える位置に上り詰めたぜ。ゆくゆくは、祖先近房、顕家の悲願であった、南朝でも再興すれば、面白いかもしれないな。といったところで、今回はここまで。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。いいねボタン、チャンネル登録をしてくれると、とっても、嬉しいです。では次回、また別の動画でお会いしましょう。さようなら。